ブルガリアプロブディフ公演歌唱中のフィッシュフィッシュは、スコットランド出身のロックシンガー、ロックミュージシャン、俳優、プログレッシブロックバンド、マリリオンの初代リードシンガー。全身バンド、シル・マリリオン結成後の1981年から在籍し、1983年にマリリオンのリードシンガーとしてアルバムデビュー。1988年に、 方向性の違いからバックのメンバーと対立し、脱退した。その後は、ソロシンガーとして活動中。本名のデレック・ウィリアム・ディックから、デレク・ディックとも呼ばれ、作詞クレジットではフィッシュでなくデレック・ディック名義になっている。身長2メートル。その高い文学性から、詩人と称される、優れた作詞家である。確固たる、世界観と、膨大な行数を持つ詩は、 初期、マリリオンのトレードマークとなっていた。また、歌にとどまらず、小説も執筆する。スコットランド出身であるため、イングランド出身の多くの歌手とは異なる。独特のイントネーションがある。身長2メートルの巨体に似合わず、歌声は意外に繊細である。ピッチは低く、マリリオン時代は、多くの曲で高音部にファルセットを使っていた。モデルの女性と結婚。 一条を設けるが、その後離婚している。歌手以外に、その巨体を活かし、俳優業も行っている。軍事味役などいくつかの映像が残っている。フィッシュという、奇抜なアーティスト名は、もともと彼のあだ名であったと言われている。学生の頃、身長2メートルの巨体上、狭い共同バスルームを使うのにとても時間がかかった。あまりの長風呂に、ルームメイトが呆れ、出てこい。 この魚目、と叫んだ。このエピソードが、学校中で笑いを誘い、フィッシュというあだ名がついたという。公式サイトにも一時掲載されていたこの話だが、実はかなり大ヒレがついており、本当は、湯船で読書をしていただけなのだとか。英語ページでは、そっけなく、リーディング・イン・ザ・バスと書かれてしまっている。巨体をネタにしたエピソードは他にもあり、加入時の紹介は、 スコットランドで木こりをやっていたフィッシュというものだった。なお、一人娘はその名をタラという。これが日本語ではタラという魚の名前とたまたま同じ発音になっている。魚の子はやっぱり魚とインタビュアーに言われ、これを聞いた本人は思わず苦笑していたという。他、限定版も含め多数。ありがとうございます。